どうも、まさとです。今回は自由民権運動の拡大について解説をしていきます。まずはちょっと背景から確認をしていきましょうね。明治政府の主要なメンバーとして、大久保利通、西郷隆盛、板垣退助といった人物がいたんですよね。それで西郷隆盛と板垣退助が朝鮮を攻め込もうよっていう風に意見を出したんですね。で、そうしたら大久保利通は、いやいや、そんなことやってる場合じゃないから却下とかっていう風に言っちゃうわけですね。それで納得するように話をしてあげればよかったんですが、わりかし一方的に却下してしまったわけですよ。これに怒った板垣退助とか西郷隆盛は政府を辞めるというふうに言い始めてしまったんですね。この出来事のことを明治6年の政変というふうに言うわけですよ。で、この後西郷隆盛と板垣退助は政府を辞めていってしまって、それぞれ政府を変えていくための活動を行っていくということなんですね。そして板垣退助が起こした運動のことを自由民権運動、自由民権運動というわけですね。要は自分たちが意見言っても政府の中では通らなかったわけですよ。だったら自分たちの意見、そして国民の意見がちゃんと通るような場所を作ったらいいんじゃないかというふうに考えたんですね。つまり国会ですよ。国会を作れというふうに要求していく運動を巻き起こしていくということなんですね。一人でやってもこれうまくいかないので、仲間を作っていくわけですね。そして自由民権運動を行っていくための団体を作っていくわけですよ。有名なものが立志社ですね。で、立志社はどこに作られたかって言ったら、板垣退助の故郷である高知県に設立されました。その後も板垣退助は全国のいろんなところを回っていって、自由民権運動をやっていくためのグループを次々と作っていくんですね。で、だんだんこの運動の規模が大きくなってきて、自由民権運動を行っていくグループを取りまとめる組織を作っていったんですね。これが愛国社というものだったんですよ。で、これだんだん盛り上がりを見せてきたんですね。これちょっと無視できないなっていうレベルになってきたんで、政府が弾圧をここで加えるわけですね。例えば新聞紙条例などというものを出して弾圧をしていきます。政府の批判を新聞でするようだったら、その新聞社記者は取り締まるからなっていう条例を出していくわけですよね。こういった条例を出していて、逮捕者が続出していくわけですよ。で、この弾圧によってこの自由民権運動は一度盛り下がりを見せていくわけですね。だけど板垣退助はまだまだ諦めていなかったということなんですよ。この後自由民権運動がまた再びね、盛り返していくんで、そこのところを今回はしっかりと解説していきたいと思います。この自由民権運動が弾圧によってめちゃくちゃ盛り下がっている頃に、なんと西南戦争というのが起こるんですね。西郷隆盛が明治新政府を倒すために起こした反乱だったわけなんですけど、この反乱の最中、西南戦争の最中に、実は自由民権運動を行っている板垣退助も行動を起こしていたんですね。立志社建白っていうのを政府に提出していくわけですよ。で、このね、立志社建白っていうのは何かって言ったら、これを実現してくれっていう風に政府に要求していくものだったんですね。内容としては、まず国会を作れですね。そして税金が高すぎるからこの税金を下げろってことですね。で、あとは不平等な条約を改正しろみたいな感じで、この立志社建白で政府に要求していくんですが、この立志社建白を政府がですね、受け取ってくれなかったんですね。まあ簡単に言うと仕方されるわけですよ。それでこういうね、立志社建白を作る自由民権運動を行うグループは許せんということで、この立志社の社長である片岡賢吉が逮捕されてしまうわけですね。そうして立志社や愛国社といったグループは活動が不可能となっていってしまうわけですね。一気に自由民権運動は盛り下がっていってしまうわけです。その上、西南戦争で西郷隆盛が明治新政府に負けてしまったんですよ。もうここで日本中は絶望ですよね。明治新政府を変えることはできないのか、マジで俺たちは終わりなんじゃないかっていうふうに一心思ったわけなんですよ。少なくともよく分かったのが、武力では絶対に明治政府に勝つことはできないっていうことはよく分かったわけですよ。言論の方が希望があるなっていうふうに思ったわけですね。今現在はちょっと下火になってしまっているけど、我々士族がこの自由民権運動に加わったら、もしかしたら明治政府を変えられるかもしれない、国会っていうものを作ろうじゃないかっていう動きが一気にここでね、盛り上がっていくんですよ。それで今まで自由民権運動に参加していなかった士族の人たちが自由民権運動に参加していくことになるんですね。そして地方
方の有力者もどんどん自由民権運動に参加していくことになるんですよ。一回下火になってしまった自由民権運動がここで不死鳥のごとく蘇っていくわけですね。そして1878年、活動が不能となっていた愛国者がここで復活していくわけですよ。それで日本全国でこの自由民権運動が一気に盛り上がりを見せていくわけですね。そして日本全国のものに完全になっていったと。とてつもない盛り上がりを見せていて、日本全国で自由民権運動が展開されるようになっていったんですね。なのでもう愛国者は関西の方でちまちまやっているような団体ではないと、日本全国規模の運動を起こしている団体なんだということで、ここでね、名前を変えていくわけですね。愛国者の名前がこれに変わります。国会規制同盟、国会規制同盟というものに変わっていくんですね。そしてこの国会規制同盟になって、国会設立請願書というのを提出していきます。これすごい簡単に言うとですね、おら国会作るよ、国民なめんじゃねえぞみたいなね、そういうような内容になっているわけですね。そしてこの後ね、一種のブームが訪れるんですよ。それは何かって言ったら、市議憲法っていうのを作っていくブームがね、スタートをするわけですね。政府は一度国会作るっていうのを約束しているわけですよね。国会を運営していくにあたってルールが必要になるわけですよ。このルールが憲法になるわけなんですけど、こんな憲法を作ったらどうかなみたいな案ですよね。案をどんどん作っていく時代に突入していくわけですね。それで自由民権運動を起こしている立志社っていうグループがですね、日本国憲法見込み案っていうのを作成していくわけですね。その他にね、有名なものは何かって言ったら、植木江守さんが作ったものなんですけど、この植木江守すごい名前ですよね。植木の枝を盛るっていう風に書いて植木江守っていうわけですが、この人が作ったものがですね、東洋大日本国国憲案っていうものですね。漢字ちょっと注意しておいてくださいね。この国憲案の案って底辺がつきますから、これ非常に間違いやすいです。注意をしましょうね。で、このね、植木江守さんが作った東洋大日本国国憲案っていうのは凄まじい内容だったんですよ。まず国民が一番偉いと。そして政府は国民のために働かねばならないと。国民のために働けないようだったら、この政府を変えていくために国民は革命を起こしてもいいんだと。つまり抵抗権の保障というのを盛り込んだ憲法にしていこうよというふうに植木江守さんが主張したわけですね。そしてこの公順者っていうのがあるんですけど、公順者っていうのを作った人って福沢諭吉さんなんですよね。そう、あの一万円札の人ですよね。我々がしょっちゅう目にする一万円札、あの福沢諭吉様が作った公順者がこんなね、憲法案を作っていくわけですね。市議憲法案、市議憲法案っていうものなんですけど、この公順者っていうのは福沢諭吉が作ったグループだけあって、すごい知識ある人たちが集まっていたんですよね。まあ学問の進め格だけあるなっていう感じなんですけど、この知識人たちが集まってどういう憲法にしていったら最高なものになるかっていうのを話し合っていったんですね。その結果できていったのが市議憲法案ということなんですけど、内容としてはイギリス式の憲法にしたらどうかと、イギリスのような議員内閣制にしていきましょうよみたいなね、そういう主張を市議憲法案の中でしていくわけですよ。こんな感じで一般の人たちが作った憲法の元ネタのことを市議憲法って言うんですけど、こういうものがバンバン作られていったんですね。まあ基本的にこの3つを覚えとけばいいんですけど、この時代に作られた市議憲法っていうのは50個以上あるとかっていう風に言われているんですよね。まあまさに一種のブームみたいなものなんですけど、こういうものを作ってさっさと国会作れよみたいな感じで要求をしていったわけですね。で、これが激しい盛り上がりを見せるわけですよ。そうしたらこれ明治新政府ね、こんなこと言い出すんですね。ああマジでうぜえなこいつらとかっていう風に言いながら、また再び弾圧を始めるわけですね。1880年に集会条例というのを出すんですよ。で、この集会条例っていうのは簡単に言うと、政府を批判するような集会を行った場合取り締まるからなっていうのが集会条例なわけですよね。集会が開かれた瞬間に警察官が乗り込んでくるわけですね。それで政府の批判をした瞬間に、はいはいこの集会中止中止とかっていう風にやっていくわけですよ。こういうような弾圧を徹底的に行っていって、一度盛り上がっていった自由民権運動がまた下火になっていってしまうわけですよね。国会は作ることはできないのかっていう風になっていったわけなんですが、ここで逆転するような大事件がこの後起こっていくということなんですよね。自由民権運動が盛り上がり、そしてそれを止めるために政府が弾圧をする。そしてまた蘇り政府が弾圧をする。だけどまた不死鳥のごとくこの自由民権運動っていうのは復活していくわけですよ。叩かれても叩かれてもまた蘇るというのが自由民権運動の特徴なんですよね。集会条例が出されて下火になっていった自由民権運動がどういう風に復活していったのか、次の動画でね、取り扱っていきたいと思います。今回の解説は以上です。ではまた。
ー。